皆さんこんにちは。フライトクルーズ .com の池上です。本日は航空法から法規を読み解こうということで、航空法第91条曲技飛行について説明していきたいと思います。はい、ということで航空法第91条曲技飛行のところから説明していきたいと思います。まず曲技飛行の項目、大きく1項目目2項目目ありまして、まず1項目目、航空機は左に掲げる空域以外の空域で国土交通省令で定める高さ以上の空域において行う場合であって、かつ飛行指定が国土交通省令で定める距離以上ある場合でなければ、途中飛ばして曲技飛行を行ってはならないというふうに書かれています。そしてその空域ということなんですけれども、1から3項目、1つ目が人または家屋の密集している地域の上空、2つ目が航空交通管制区、3つ目が航空交通管制圏ということで、この3つの空域を除いた空域でなければやってはいけないということが大きく書かれています。そして2項目目、航空機が曲技飛行等を行うとするときは、当該航空機の操縦を行っている者はあらかじめ当該飛行により付近にある他の航空機の航行の安全に影響を及ぼす恐れがないことを確認しなければならないということで、まずはじめに2項目目の方からざっと説明していきたいと思うんですが、2項目目のポイントといたしましてはこちらの2点ですね。航空機が曲技飛行を行おうとするときは他の航空機の航行の安全に影響を及ぼす恐れがないことを確認しなければならないということで、至極当然のことではあるんですけれども、曲技飛行の許可を受けたからであったり、曲技飛行をやっていく域だからということに関わらずですね、周りの航空機に対しての安全配慮を怠ってはいけないということが第2項目目で書かれているということになります。ということで第2項目目をざっと説明してきたんですけれども、本題の第1項目目の方の話をしていきたいと思います。こちら第1項目目の中でポイントということで、まず空域と高さというキーワードが2つ出てきます。その後に飛行指定の話、そして曲技飛行とは何かということで、曲技飛行に該当する飛行はどういった飛行が該当するのか、どういった科目が該当するのかというところがポイントになってくると思います。ということで大きくこの3つのポイントをピックアップして説明していきたいと思います。まずはじめに、そもそも曲技飛行とは何なんだという話が気になるポイントだと思うんですけれども、こちら航空法施行規則の第197条の3ということで、第91条第1項の国土交通省令で定める曲技飛行は、宙返り、横転、反転、背面、切りもみ、ヒップストール、その他航空機の姿勢を急激に変化、航空機の異常な姿勢または航空機の速度の異常な変化ということで、これらを伴う一連の飛行すべてが曲技飛行に該当するということがこちらで書かれています。まずこちらで曲技飛行の内容を押さえていただいた上で、次に空域と高度、そして飛行指定の話へと続けていきたいと思います。続いて空域と高度ということでお話ししていくんですが、こちら航空法施行規則第197条というのがタイトルになりますが、まずはじめに空域の方のおさらいからしていきましょう。空域のおさらいということで、こちらは法文の方に書かれている内容で、人または家屋の密集している地域の上空、航空交通管制区、航空交通管制圏と、この3つの空域では基本的に曲技飛行をしてはいけないということになります。なのでこういった空域でもし曲技飛行の練習等をしたい場合というのは、別途申請を出して許可を受けなければこれを行ってはならないというポイントに気をつけていただきたいと思います。とりわけ日本の航空法の場合、曲技飛行に関する免許であったり技能証明というのは存在しませんので、自家用操縦士の免許を取った段階で曲技飛行もやっていいということになります。ただしこちらにあるような空域ではやってはいけないというようなところがありますので、そこら辺のポイントというところを押さえておいていただければと思います。次に高度の話です。こちらが施行規則197条の内容ということになってくるんですが、中でも抜粋ということで、滑空機以外の航空機、そして滑空機ということで、それぞれの最低高度、曲技をやってもいいミニマムラインが決められているということになります。まず1つ目の滑空機以外の航空機ということで、飛行機であったり回転翼航空機、これらの航空機は当該航空機を中心として半径 500m の範囲内の最も高い障害物の上端から 500m 以上の高度、滑空機の場合ですと当該航空機を中心として半径 300m の範囲内の最も高い障害物の上端から 300m 以上の高度ということで、それぞれ定められています。でこちらの図表で見ていくと、それぞれ滑空機以外の航空機ということで、飛行機、回転翼航空機、飛行船、この3つですね。こちらの場合は当該航空機から 500m の範囲の
最も高い障害物から 500m 以上離れている範囲、こちらの図でいうところの赤い面、ね、こちらの高度以上で腹域を行わなければいけないということになります。一方で滑空機の場合は図表右側、滑空機から300m の範囲、こちらの中で最も高い障害物から 300m 以上の高度ということで、こちらも同様に赤い面が最低高度ということになります。最後に極義飛行を行うことができる飛行指令という話なんですけれども、こちらは航空法施行規則第197条の2ということで書かれております。法文の方を見ていくと、法第91条第1項の国土交通省令で定める距離は次の覚悟に掲げる距離とするということで、それぞれ 3000m 以上の高さの空域、 3000m 未満の空域ということで 8000m、5000m という区切りが決められております。これらの指定がなぜ定められているかというところですが、極義飛行を行う場合は、先ほども少しお話ししましたけれども、急激な姿勢の変化であったり大きな挙動をするということで、周りの航空機をしっかりと確認してから飛ぶことが必要になります。そういった部分から飛行指定がしっかり確保できている日でなければ極義飛行を行ってはならないということになります。ということで、今回航空法第91条極義飛行についてお話ししてきましたが、本編の中でも少し触れましたが、自家用操縦士以上の資格を取ると誰しもに認められるのがこの極義飛行ということになります。もちろんこの極義飛行をやるやらないというのは皆さんご自身の判断ということになりますけれども、こういった飛行をする予定がない方であっても、自分の身の回りで極義飛行をやる可能性がある、誰かがやっている可能性があるというところを頭の片隅に置いておいていただきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。